アルファー、ラクトアルブミンは、タンパク質である。牛乳の乳性タンパク質の重要な成分であり、また他の多くの哺乳類の乳にも含まれる。人では、ラルバ遺伝子が高度する。霊長類では、アルファー、ラクトアルブミンの発現はプロラクチンに反応して、まさに調節され、ラクトースの生産量を増加させる。アルファー、ラクトアルブミンは、 ラクトースシンターゼヘテロに両体の調節サブユニットを形成し、ベータマイナス1、4、ガラクトシルトランスフェラーゼが触媒部位を形成する。これらのタンパク質は一緒に働いて、ラクトースシンターゼがガラクトースの一部をグルコースに転移させ、ラクトースを合成することができるようにしている。アルファ、ラクトアルブミンがベータマイナス1、4、 ガラクトシルトランスフェラーゼと複合体を形成すると、グルコースとのアフィニティが約1000倍も上昇し、ガラクトースを重合させる機能が失われる。これにより、β 1、4、ガラクトシルトランスフェラーゼを、ラクトースシンターゼに変化させることで、ラクトース形成経路を形成させる。多量体として、α、ラクトアルブミンは、カルシウムイオンと亜鉛イオンに強く結合し、 おそらく抗細菌、抗腫瘍活性を持つ。糸の酸性環境で形成される人のアルファー、ラクトアルブミンのフォールディングバリアントは、ハムレットと呼ばれ、腫瘍細胞にアポトーシスを起こさせると考えられている。クリービランドクリニックのビンセント・トゥーヒーの研究は、アルファー、ラクトアルブミンを乳がんのワクチンの基礎として用いるものである。乳がんは通常、 出産的齢期を過ぎた人生の後半に発病する。このタンパク質は通常、妊娠後期や授乳期にしか発現しないが、トゥーヒーは、このタンパク質は新しく形成された腫瘍でも発現していることを発見し、彼らがやっていることの一つは、アルファー、ラクトアルブミンのような適切ではないタンパク質を作ることだと記した。トゥーヒーのグループは、アルファー、 ラクトアルブミンをターゲットとするワクチンを開発し、患者自身の免疫系を騙して、アルファ、ラクトアルブミンを発現する、胸の組織を攻撃させ、癌細胞を高い確率で殺させた。実際に、腫瘍が発達する前にワクチンを接種されたマウスは、乳癌から100%守られた。組織の損傷や炎症は、 胸の組織に限定されたが、人の乳がんの患者は通常出産的齢期を過ぎているため、このことはあまり問題にならないと考えられる。分子量は14,178だ。糖電点は4.2と4.5の間である。ベータ、ラクトグロブリンとの構造上の最大の違いの一つは、共有縮合反応の開始点となるフリーな、血をーる元を持たないことである。結果として、 純粋な α、ラクトアルブミンは変性や酸性化によってゲルを形成しない。α、ラクトアルブミンの配列比較によりリゾチーム、特にカルシウムイオンと結合する C リゾチームとの強い類似性が示された。したがって考えられる進化史は C リゾチームの遺伝子重複の後に突然変異が起こったということである。この遺伝子は 哺乳類と鳥類の最後の共通の祖先より前から存在し、期限はおそらく約3億年であると考えられる。ありがとうございます。